ギュンター・シュタイナーのコメントによれば、ハース F1 チームが競争力を維持し、他の中堅チームに追いつくことが難しかった理由は、長期的な投資が不足していたためだとしている。ハースは、フェラーリとの協力関係を通じて、スクーデリアから譲渡可能な部品を出得し、その利点を生かしていた。しかし、他の競合チームは、予算の上限導入後も、大きな前進を遂げており、ハースが、同じペースで、 変化や進化を遂げなかったことが問題視されている。シュタイナーは、自身の対談について、辞めたいと言っているわけではないと、しながらも、ハースの現状に不満を抱いていたことを示唆している。彼は、ハースが、他の競合チームと同じく、新しい工場の設立や大規模な資金投入などで進化を遂げる必要があると強調した。特に、フェラーリからの譲渡可能な部品の購入というコンセプトが、予算上限の導入により変更され、 その後も変革がが不足してていいたことが指摘されているまた、シュタイナーは、ハースが予算上限の変化に適応できなかったことや、他のチームと同じくインフラ整備に資金を投じる必要性があると述べ、ハースのモデルが最も効率的でなくなった可能性があると指摘している。最終的に、彼は長期的な投資が不足する中で同じモチベーションを維持することが難しくなり、自身の対談を決断したと説明している。コメント ギュンター・シュタイナーがハースでの苦境を物語っています。まさにという感じです。シュタイナーは現実を見てもっと資金を。オーナーは節約してやれるだろうということでしょうが。金の切れ目がという感じです。少しわからないのは自身の対談を決断したと言ってますが、シュタイナーが言い出したことになっています。聞いているのはハースがシュタイナーの継続をしなかった。つまり、 ハースが解雇した形ですが、やめたことは一緒ですが、シュタイナーが言い出したのかハースが言い出したのかはきちんとすべきだと思いますが。